神野信吾は、日本のキュレーター、美術教育の研究者、千葉大学教育学部准教授、角川武蔵野ミュージアムアート部門ディレクター、千葉アートネットワークプロジェクト代表、千葉市文化振興会議委員長。1967年、神奈川県横浜市生まれ。1986年、千葉県立東葛鹿高等学校卒業。1991年、 東京芸術大学美術学部芸術学科卒業。1993年、同大学大学院美術研究科を修了。東京大学社会情報研究所研究生を経て、1995年より山梨県立美術館学芸員として11年間勤務。2004年からは山梨県庁障害学習文化科も平任した。2006年から、 千葉大学に准教授として勤務し、社会とアートの関係についての研究や実践に取り組む。千葉市美術館との連携プロジェクト、千葉アートネットワークプロジェクトの代表を務め、アーティストとの共同プロジェクトを毎年実施している。国立美術館の教育普及事業などに関する委員会の委員、千葉市文化振興会議委員長なども務める。 2013年から2020年までは山梨ジュエリーミュージアムのアドバイザーも務めた。ありがとうございます。